春雨艦型ズ春雨型駆逐艦は、大日本帝国海軍の駆逐艦の艦級。第2期拡張計画に基づき、初の国産駆逐艦として、明治33年、明治36年度計画で計7隻が建造された。第2本帝国海軍は、第1期海軍拡張計画において、駆逐艦の導入に着手し、まず明治29年30年度計画で、 イギリスのヤーロー社に雷型、ソーニクロフト社に、シのノ,ノメ型を発注した。続く、第二機械軍拡張計画でも、ヤーロー社に、赤月型、ソーニクロフト社に、白雲型が発注された。1897年の計画策定時点では、同計画での駆逐艦建造はこれで打ち止めになる予定であったが、1900年、 水雷亭母艦健康作艦に一隻の建造を中止する代わりに駆逐艦四隻を追加。1903年には、さらに雑役船六隻の代わりに駆逐艦三隻を追加することとなった。これらはすべて国産化されることになり、これによって建造されたのが本級である。国産艦とはいえ、基本的にはイギリス駆逐艦のコピーの意を出ないものであった。 ヤーロー車製の雷型をベースとして、ソーニクロフト管の長所も取り入れる形で設計されており、前半部はヤーロー管、後半部はソーニクロフト管を模している。ボイラーとしては、ヤーロー式ボイラーをもとに改良設計した、ンポ本式管が採用された。また、手機会も、ヤーロー式の三段膨張4、気筒レシプロ蒸気機関をもとにして、 複水器への送水方法など一部に改正を施したものとなったが、基本寸法は踏襲されている。蒸気正常は雷型と同様であった。ただし初期の馬力、速力に達しない感もあった。兵装は、同じ第二機海軍拡張計画で建造された赤月型の構成、配置が踏襲されており、官報として、 司令塔上に40口径 7.6cm 砲1門、また複砲として40口径 5.7cm 砲を上間板後端に1門と上限に2門ずつ設置した。また6番艦以降は 57mm 砲を28口径 7.6cm 砲に変更して砲からを強化し、1から5番艦も後に同様に換装した。水雷兵器については、 従来の装備が踏襲され、上艦板後部の中心線上に2個の旋回台を設け、これに人力旋回式の45センチメートル魚雷発射管を1問ずつ設置した。魚雷としては、当初は冷装式の32式、その後は艦式加熱装置を備えた38式2号と、いずれもホワイトヘッド魚雷の系譜である。本級をもとに順道警官であるスワルタユンチョン。 旧駆逐艦二隻が太陽国海軍向けに建造された。建造は川崎造船所が担当した。二番艦スアカムロンシンは手機がレシプロから防護巡洋艦平戸用に製造中のカーチス式タービンに変更されており別級とすることもある。両艦とも1930年代後半まで使用された。ありがとうございます。